どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回は GTA 5でパンダになってみました。すげーそしてパンダのお友達が大集合してるぞ。すごいぞ全部で4体のパンダです。ロスサントスにはね、今までパンダはね存在してなかったので、みんなね、街の人たちが見たらどんだけ驚くのか、それをねちょっとね確かめに行きたいと思います。すごい毛がふかふかだぞ。めちゃくちゃ可愛い。よし、行くでー。見てくれ、ダンスもできちゃうぞ。え、待って、なんか出したぞ。スマホ持ってるの、もしかして。そして、おー、パンダ同士握手してる。すげー、めちゃくちゃ知能があるね。そして、おー、ハグまでしてる。パンダ人間なんだけど、もはやこれは。すごすぎでしょ。じゃあ早速、車を見に行こうかな。よし、みんな、ついてきてくれ。街に行くぜ。おー、来てる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 。めっちゃ走ってきてるぞ。え、パンダって二足歩行だっけ？違うよね。四足歩行だよね。よし、そして、あ、初めての人間だ。こんにちは。どこに行ってんの？何やってんの？トイレかな？トイレしに行ったね。今回4人だからね、全員乗れる車じゃないといけないんだけど。おー、ちょっと待ってくれ。こんなところにすげえ車見つけた。これもらっちゃおう。よし、みんな、これに乗るんだ。出発するぞ。そして、お、扉開けた。すげえぞ、マジか。あ、閉めた。めちゃくちゃ行儀いいね。頭賢すぎでしょ。それじゃあ出発。街の人はどんなぐらい驚くのか楽しみすぎる。行くでー。信じられない、パンダが車を動かしてる。これは世界初だね。さあ来ましたよー。ちょっと待ってくれ、なんか手配度ついちゃったんだけど。マジでいきなり手配度2だよ。なんでなんで誰かに通報されちゃったみたい。動物園から脱走したと思われたのかな。でもロスサントスは動物園がないからね。やっぱみんな驚いてるんだね。初めて見るもんね、みんな。ロスサントスの皆さんはね、パンダっていうのを。マジかよ、まさか通報されてしまうなんてね。おお、こんなとこにでかいお猿さんがいる。さあよし、降りようかな。みんなー、こんにちは、パンダだよー。気づいてる？ちょっと携帯見るのやめなさいよー。パンダだよー、すごいでしょー。おお、やってるやってるやってる。おー、スーパーマンかな君は。よし、どっちが強いか戦おう。行くぜー。ちょっと待って、君じゃない。よし、行くぞー。ドーン、行くぜー。ドーンやばすぎる。パンダ怖すぎるんだけど。パンダの逆襲だ。すげー。あ、パトカー来てるぞ。やーべー、なんか撃ってきてるんだけど。いきなりすぎないそれ。ちょっと待って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 、それまずいって。みんな逃げるぞ。さすがに撃たれたらまずいって。急げ急げ、乗って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 、早く早く早く。すげえな、恐ろしすぎるな。いきなり撃ってきたぞ。マジかよ、とんでもないぞこれは。そんなことってありえるのか。ちょっと武器屋さんにね行きたいと思います。そこで武器をね買っちゃおう。おー、よかったー、なんとかパトカーを巻いたぞ。さあそして武器屋さんに入ります。こんにちは、武器屋さん。あれ、開いてないぞ。鍵開けてくれー、武器屋さん。なんでこれ鍵開かないの。おー、開いたー、よかったー。あれ、武器屋さんどこ行ったの。絶対逃げたでしょこれ。ちょ、見えない、みんな近いって。絶対これ逃げたって。ねえ、ありえないよね。おーい武器屋さん、そこにいんのは分かってんぞあ、なんか爆発したということで武器屋さんが逃げたので全部の武器無料です今日は。ということで全部もらっちゃおう。よっしゃー、すげーパンダがミニガンを持ってるぞよし、みんなミニガン持ったね。それじゃあ出発だ、行くぜー。これは世界初だぞ。パンダがミニガンを発射します。コンビニに向かって、おらめちゃくちゃ強そうだな。そしてなんとロケットランチャーも持ってるパンダ、すごすぎる。ロケットランチャー発射ー。おー、すげー、打ち上げ花火だね。ドーン、でけー。やばいやばいやばい、みんな乗り込むんだ、急げー。また手配とかついちゃったぞ。早く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 、出発だ。よーし、みんなこっち側に進もう。次の街に行ってみよう。おーっと、信号無視しちゃった、カメラで撮られちゃったね。さあそしてなんだなんだ、すげー、めちゃくちゃパトカーが暴走してる。一体どういうことこれは。大丈夫ですかどうしちゃったの。もしもーし、大丈夫ですか、酔っ払ってるんですかもしかして普通にパンダが目の前にいるっていうのに何も反応しないんだけど硬直しちゃってるよ、どうしたのこの人。え、嘘だろ。え、なんでなんか突然手配の2についちゃったんだけど。嘘だろ、マジかよなんでそうなんの
マジで謎なんだけど。急げ、逃げろ逃げろ逃げろ、逃げろ、めっちゃ来てるぞ。早く早く早く乗ってくれ。急げ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 、逃げろ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 、撃ってるぞこれ、やばいって。次はみんなで宝石店に向かおう。パンダの手に合う宝石はあるのかな。おーすげー、めちゃくちゃ加速してる129キロを出してるぞ。パンダすごすぎー、ブレーキ。あぶない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 、ぶつかりそう。おお、ぶつかっちゃった。やべえ、手配度ついちゃったよ。また嘘だろいきなり手配度2についちゃうからね。やばいやばいやばい。そしてもう少しで宝石屋さんです。こっち側かな、こっから入っちゃうかな。行くぜー。登れないのこれ。登ってくれ。よし、いいぞ、登ってる登ってる。ほら登れ、やった、到着。ふう、助かった。よし、やったぜー。宝石屋さんにやってきました。すげー、大量の宝石だ。よし、もらっちゃうぜパンダが宝石強盗やっちゃってるよ。すげーぞこれ、こんなシーン見たことがない。やばいぞこれ、めちゃくちゃ来てるんだけど。なんかすげー打ち合いになってる。よし、もらっちゃおう。すげーいっぱいあるねここに宝石。まずいまずいまずい、手配度がどんどん上がってるぞ。あー、もう警察官が到着しちゃってるよ。早いな。よし、こっちももらっていきますこんなでかい手で取れるんだね。あったあった、ここにもあった。ごっそりともらっていくぜ。よし、やったー、これで全部もらえた。まだ残ってる、すごいいっぱいあるんだね。そしてこれが最後の1個だ。よーし、全部のショーケースもらうことができました。ちょ待って、これまずいって。これめちゃくちゃ来てるよ。ロケットランチャーを行くぜー、ドガーン。よし、テーザー銃撃ったぞ。今のうちだ。急げ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 。乗り込むんだみんな。さあ出発進行、行くぜー。おー、そこにもいるー。さあどうしようかな。普通にね、街中にいたらね、すぐバレちゃうからね。これは映画セットの中に逃げ込むか。やばい、警備員に見つかっちゃった。めちゃくちゃ警備員いるんだけど、これ。なんてことだ。でもこの中にいとけばいいんじゃないかな。よし、みんな隠れるぞ。この中だ、急げ、早く早く。やば、後ろからついてきたんだけど。うわー、どうしようどうしようどうしよう。ちょ待って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 、行くぞー。さあみんな離れて、行くぜー。車破壊、早く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 、この中だ、急げ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 。あー、よかったー、なんとか逃げ切ったぞ。このセットの中にね、入ってました。そしたら逃げ切れたよ。よし、みんな無事だね、よかった。この集めた宝石を宝石買取業者のとこにね、持っていきます。そこでお金にね、交換しよう。あれ、もう一人いたような気がするんだけど。おーい、どこ行ってんだマジか、いなくなっちゃってるよ。嘘だろ、いなくなっちゃったよ。どうすればいいんだ。え、ちょっと待って、来てるね。あ、よかった、生きてたんだ。何してんだ、早く来なさいよ。あ、来てる来てる来てる、よかった、心配させて、まったく。出発するよ。よーし、みんなしっかり捕まっといてね。あ、写真撮ってるね。びっくりしてるね。パンダが運転してるもんね。こんなのないもんね。さあ、そしてまた信号無視やっちゃおーっと。また写真撮られてるよ、信号無視してるから。めちゃくちゃ大量にパンダの写真を送られてるんじゃない、警察署の方に。おー、パトカーが追跡してるー。僕じゃなくてよかった。そして、この辺りだね。宝石をお金に換えたら、そのお金で、飛行機でも買っちゃおうかなと思う。さあ見つけたぜ、ここか。さあちゃんと来てくれるのかな。お、集まってる。うわ、パンダで来てるぞよっこらせど。おお、すげえ、めっちゃ大量のパンダだ、怖いってさあこれで、おお、やったぜ、お金ゲットできました。69万ドルだって、やったぜ。じゃあ行きますか、皆さん、飛行場へ。もっとパンダが住みやすいところに行こう。もっとね、人気のない場所にね、行った方がいいかもしれないね、パンダたちは。さあ空港に着きました。見つけた、あんなとこに飛行機がある、これはいいね。もらっちゃうしかないでしょう。急げー、やべえぞこれ、絶対手配度つくんだけど。まずいって、やっぱり手配度ついちゃったよ。急げ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 、早く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 、やったー、到着。めちゃくちゃ巨大な飛行機だね、これがあれば完璧だ。急げ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 、早く早く乗り込むぞ。
急げ、よし乗り込めた。さあパンダくんも乗ってくれたね。頭ギリギリなんだけどこれ。手配度つきすぎでしょこれ。軍隊まで出動してるんだけど。え、嘘でしょ、本気で言ってんのか。戦車が目の前にいるんですけど。嘘だろー、離陸せよー。うおー、戦車吹き飛ばした。離陸できてない。ちょっと待って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 、離陸できてないぞ。あと少ししか滑走路残ってないけど。やばいって、ヘリコプターまで来てるって。離陸してー。うおー、なんだ今の。めちゃくちゃ撃たれたぞ。しかしなんとか離陸することに成功です。やべー、ミサイル飛んできてる。戦闘機か。嘘だろ。戦闘機で今狙ってきてたぞ。なんてことだ。うわー、ヘリコプター2機が追跡に向かってます。やーべー、戦闘機がぶつかってきたんだけど、めちゃくちゃ撃ってきてるんだけど。うおー、いいぞいいぞ、パンダすげー。戦闘機2機もね撃破したぞ。うおー、やば、狙われた。なんてことだー。やーべー。嘘だろ。みんな脱出。なんてことだ。やばいやばいやばい、めちゃくちゃ撃たれてる。おー、まずいまずいまずい。うおー、うおー、待ってくれ。うおー、いって、うおー、ひどすぎるぜ。嘘だろ、めちゃくちゃひどいんだけど。ヘリコプター落ちたね、なんか。みんな大丈夫か、急げ。だってことだ、狙われ、やべえ、めちゃー、嘘だろ。ということで、パンダさん、病院送りになってしまいました。すごいね、もう容赦ないね、本当に。もうパンダくんたちはね、こういうね、山のね、上でね、生きてもらうのが一番かもしれないね。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。